皆さんこんにちは、伊勢屋漬物店吉村です。本日は発酵なのか腐敗なのかということについてお話しいたします。まあお客様から1週間ほど漬物冷蔵庫入れていたんですけども食べれますかねとか、ぬか床1週間ほど漬けていたんですが大丈夫ですかという質問を受けるんですが、正直僕も電話だけではその漬物やぬか床の匂いとか味をチェックすることができないので、ちょっと一口かじってみて美味しければ OK やし、まずければもう捨てるしかないんちゃいますという返事をするのですが、実は何気にこれ正解でして、まあ例えばお肉とか卵とか匂いを嗅いだり少し味をチェックして皆さん判断されていると思うんです。まあそれと同じで、結局皆さんその経験記憶で腐敗と発酵を区別されていることが多いんです。なので初めて口にするものとか区別難しいですよね。例えば外国の方とか初めてこう納豆を食べた時に Oh my god ってなりますよね。僕らもフランスのチーズとか匂いを嗅ぐだけでもうすごい、もうこんなん食べれんのっていう感じのきつい匂いしますよね。それは結局記憶にないんですよね。その食べ物に対してこういう匂いだったら食べれるのか食べれないのかっていう判断ができないので、勝手に腐っていると判断してしまいます。だから結局僕らは発酵か腐敗かっていうのは今までの経験と記憶でこの食べ物ここまでの味やったら OK、 ここまでの量やったら OK、 これよりちょっと味が悪ければアウト、匂いがきつければアウトという形で判断していると思うんです。いやいや、そんな曖昧な返事、いやもちろんね、乳酸菌なのか菌なのかそういう測る機会もあるので、それできっちり測ってやればいいんですが、まあそんなこともいつもやってられませんよね。食べる前にこう細菌チェックみたいなことはやってられないので、やっぱりその記憶経験で判断していくのがベストだと思います。なので私ぬか床の初心者の皆様にもおすすめしたいのが、普段のぬか床のお手入れの時、上下のかき混ぜとか水分チェックするときに一緒に結構ですので、軽く匂いをチェックしたり少し舐めて匂いと味をチェックして、どんどんその記憶と経験を記憶させていくっていう感じがいいと思います。まあそんなね、味をチェックするって言ってもこうぬか床ガーッと食べる必要ないんで、もう少しだけパッと舐めてもらって、あ、今日は少し舌が刺すな、違和感あるなと思ったら、その時点でぬか床に野菜をつけることをしないで、ぬか床のお手入れ動画でいろいろ説明してますので、ぬか床を安定させた後にまた野菜をつけていくという形をとってください。よろしくお願いします。